神栖市が建設中の神栖中央公園防災アリーナ仮称の事業規模見直しの賛否を問う住民投票が1日、投開票された。神栖市が建設中の神栖中央公園防災アリーナ仮称の事業規模見直しの賛否を問う住民投票が1日、投開票された。見直し賛成 13,812 票、反対 11,482 票で見直し賛成が反対を上回った。投票結果に法的な拘束力はないが、条例では市長と議会は投票結果を尊重しなければならないとしている。防災アリーナは同敷崎の神栖中央公園の約2万9000平方メートルの敷地に整備され、鉄骨2階建ての米床面積は約1万9000平方メートルで、体育館や温水プール、音楽ホールなどを備えた複合施設。災害時は最大約1万人を収容する避難所となる。事業費は施設整備費約121億円と15年間の運営維持管理費を合わせた計約171億円。2019年3月の完成を目指し、今年5月に着工。現在も工事は中断せず続いている。住民投票をめぐっては、3月の市議会定例会で事業の見直しを求める請願を不採択したことを受け、有志で組織する市民団体神栖市民の会が5月住民投票の実施を目指して署名活動を開始。市民の会は既存施設と重複する音楽ホールや温水プールは不要。地域医療への予算投資を優先すべきなどと主張し、7月に同会の新共同代表責任者69らが住民投票条例制定を保立市長に直接請求。6月1日現在で請求に必要な有権者の50分の1、1533人を大きく上回る7326人分の署名簿が添えられた。条例案を審議する市議会臨時会は8月4日に開かれ、採決の結果、賛成11、反対9、棄権1、欠席1の賛成多数で可決された。田本立市長はアリーナについて、災害時は防災の拠点、平時はスポーツと文化の拠点として市の新たなシンボルとなる施設と必要性を強調するとともに、見直した場合の約38億円、9月末時点資産の損害などを主張したが、市民は事業規模の見直しを選択した。